石皿とスリーシュとトウモロコシ、12世紀頃、米国茶子文化国立歴史公園石皿とは、皿型沼製石器で、穀物や好みをすりつぶす目的で使用されたと考えられる道具の一つ、日本や中国を含め世界各地で発見されており、北中米では、メタテとの名称で呼ばれる。人類史において、石皿が登場するようになったのは、約28万年前のアフリカとされており、 日本だと石皿はすでに異物扱いだが、諸外国ではメキシコをはじめ現在も石皿を使用している国、地域が見られる。個別の形態は様々であるが、石皿には共通の形状がある。一般的には滑らかな凹みがある大きな石で上部表面がボール状にすり減っている。このボールは滑らかなす石を使って材料を幾度となく長期間にわたってすりつぶしているうちに、 出来上がったものである。これは、キネとウスのような垂直方向の破砕ではなく、水平方向のすりつぶし動作からのものである。石皿のボール深さは、ウスほど深くないのが一般的である。より深いボールの石皿は、それだけの長い使用期間、またはより大きな活動度合いを示している。石皿についた角度が熟練した方法で穀物を製粉することを可能にしている。 行商文化の遺跡からは、平らな形状の石皿と球状あるいは、棒状の石器が出土している。この道具は、泡などの穀物を食用にする時に殻を除去するために、用いられ、能率の点から、薄とキネにとって代わられたとする説がある。一方、行商文化の主要穀物である泡やきびはわざわざ、手間をかけて製粉する必要はなく、そのまま炊いて、美味しく食べることができることから、 穀類の製粉の道具ではないとする説もある。石皿と、すり石日本の縄文時代の石皿は、粉砕や製粉作業に使われた大型麻製石器である。すりつぶすための石器であるスリー石とタイになり、どんぐりなど喧嘩類の製粉など、植物加工をはじめ、顔料や土器の材質となる石の粉砕などの用途が考えられている。また、据え付け石皿や、 固定式石皿と呼ばれる住居に備え付けられた石皿もあり、まな板として調理に用いていたと考えられている。素材は主に安山岩や砂岩など、天石や河原石の石角を素材にする場合が多い。扁平な歴材を楕円型や長方形に整え、中央に浅いくぼみが作られる。低住化の普及した縄文時代前期を通じて出土し、 特に早期以降の集落遺跡で多く出土する。メソアメリカの遺跡で発見される石皿は、特に、メタテと呼ばれ、北米の遺跡などでも、同じように故障される。とりわけ、コスタリカでは、儀式用や埋葬用のメタテが作られ、すりつぶすための道具を超えた意味を持つようになった。コスタリカの儀式用メタテ、編集取りを模した、コスタリカの石皿、バーミンガム美術館、 フライングイコールパネルと呼ばれる儀式用メタテ900-1000年頃ニューオリンズ美術館火星岩に彫刻を施した儀式用メタテはコスタリカから出土した先コロンブス期の最も珍しい複雑な伝統的人工物の一つである長方形や円形平らだったり湾曲したりと様々な形が存在しその変化は地域や時期の違いと合致する 一部の展示物には使用した痕跡が見られるが、使用痕跡が見られないものもあり、特別に埋葬品として作られたものだと考えられている。動物の頭部をかたどったものもまた知られており、一方の端に動物の頭が造形され、足をつけることで、石皿全体が生物の前身となっている。最も複雑な形の儀式用メッタテは、フライングイコールパネルと呼ばれるタイプの石皿である。 これは、グアジャボシをはじめたい西洋流域地方で見つかっており、一辺の石から複数の像を彫刻した複雑な高いレベルの職人形がこの目立てに現れている。フライングイコールパネルの目立ては、後年になって同地方でより一般的となる自立型彫像の先駆作品であろうと考えられている。 儀式用目立てとして特徴付けられた一部の例は、目立てとは全く違い、実際に座るための一種の玉座だった可能性もある。埋葬用の目立て、編集目立てと、魔の儀式用目立てを含む、コスタリカにおける石造り彫刻の最初期の伝統は、西暦元年500年に始まった。グアナカステ州に小屋地域の石皿は、縦方向に湾曲したプレートである。大西洋流域からのものには、 水平に平べったい縁取りのあるプレートも存在した。どちらも埋葬品と関連があり、これらのコミュニティ内には異なる社会的地位の存在が示唆されている。ラス・ウアカス地区では16の墓地から15個の石皿が発掘された。魔のと呼ばれるスリーシがなく埋葬用とみなされた。死者の持ち物として彫刻された目立ては単なる食料加工の道具を超えて、 もっと深い象徴的な意味を持っている。石皿の基本的な機能目的は、主に穀物を粉末に引くための土台である。この穀物を粉末に変容させることが、生と死お及び再生に関係した象徴的な意味を持っている。埋葬品としての役割を考えると、この地域における石皿は、人間の生命、死、そしてある種の再生や変容に対する希望という強い。 意味合いがあったと考えられている。目立てにおける図像、編集儀式用目立ての最もポピュラーな三つの図像要素は、トカゲ系、鳥、ジャガーで、猿も一般的であった。ユニークな特徴としては、人物像の欠如が挙げられる。女性ヌードや男性選手など、人間の姿は自立彫刻での主題になるが、石皿ではこれらが描かれていないようである。 フライングイコールパネルの目立てにはしばしば擬人化された像が見られるが、これらは常に動物の頭である。ニコヤ地域や大西洋流域では、石皿によくトカゲ系の図像が使われた。この地において、トカゲは農業的な肥沃に関連した大地を象徴するものと考えられていた。ワニ頭で擬人化されたクロコダイル神は、 シブチャ芸術における最古の最も顕著なテーマの一つであり、フライングイコールパネルの目立てにも彫刻されている。コスタリカのフライングイコールパネルは1世紀の7世紀の時代とされている。しかしそこに描かれたクロコダイルの神々は、10から16世紀に金で作られたワニの神々と同じある特徴を有している。その特徴は、金細工においては合理的だが、石の彫刻では奇妙なもので。 これらの目立てはもっと高世になって、金の装飾品に触発されたものだとする説がある。ハゲタカ、大橋、またはハチドリを表すと思われる、長く湾曲したくちばしを持つ鳥も、また別の一般的な図像テーマとなっている。これもまた、フライングイコールパネルにおける、共通の要素であり、時には人間の頭をつつくところが描写された。近現代の使用参考文献。 ありがとうございます。